走比较好，那我去好了。 フリーズ！
他にまたお越しください。へえ、新さん。让我闭四哦，打两下。先回那个升我的那个武器的能量，那个锻造的。去刚刚的地方，可是我想要先回村子里面。グピピ、いらっしゃい。砂漠で光。剑法都比较好，不过我觉得那个 MP 有点太好了。しかし、ジェマとかいう旅人。火の神殿に住んでたサラームちゃんとお友達なんでしょ？じゃあ、私ともお友達だね。友達ゲートだぜ。那个时候想要去住那里的小姐都不见了。やまいったん。待って。妖魔长枪直接断两次，哎，弹击。大型十字弩，不 bug 直接断两次。オアシスの水。喉が渇く。
いらっしゃいませ。ご。MP 太少，就是等级太低。可是这也没办法。ほかに、またお越しください。然后练上去。一泊五。ルカ様っていつ見ても同い年か、それより下の女の子にしか思えないんだよな。200歳のおばあちゃんには見えないよな。升级加上限な。初めて会った時間違えてジェマにも怒られちゃったよ。何か秘密があるはずよ。よ、她就是魔女吧之类的。どうした姉ちゃん、急にそんな真面目な顔して。因为襁褓青春嫉妒。年齢のことはいいわ、でもエリニスみたいにならないあの若さを保つ秘訣があるはずなのよ。ルカバーバー。もしや水の神殿でウンディーネの力を強く受けた水を浴びてるから。そうよ、間違いないわ。こうなったら私も明日から水の神殿で水浴びするのを日課にしなきゃ。これで私も一層ピチピチよ。よ、ピチピチよ。なんだ、姉ちゃんがなんか怖い。乙女心って恐ろしい。恐ろしい。何よ、なんか文句でもあるの？とんでもございません。オイラには分かんねえや。哇，用我还小混过去，很会。装不懂，会是一个有个贼的妖精。哇，还要调整啊！天啊！哎，28等。加什么啦？魔法防御吗？是欸。然后智慧应该魔攻吧。差点摔下去，找到手机可以放的地方，吧？哈哈，いらっしゃいっち。氷の国で風邪をひかないように気をつけるっち。さあ、対。趁水光是啥小啊？那自己蓬松的头发上到底是舒服还是痛苦？压到头发很痛欸，其实谁想换啊？不，我手机不小心摔，差点摔下去，吓死我！那他也不是第一天摔，就是。ここは頭。Hey!
保龄球瓶怎样？麻烦好不好？你看不看得懂啊？聪明怎么会是越狱？去跟鲁道夫讲一下话。没有宝箱了。别跟鲁道夫说话，他说不要跟鲁道夫说话。
室友在打怪，我开宝箱家就被诅咒，也太可怜了吧。开宝箱是不是也差不好啊？去的秀光坏掉戏啊，就好远哦。顺便走，哎，干好痛哦，三小啦，白痴。ヒール
对，活动送的。然后这个是 九个月的。秀光王安，拜拜，加油画你的图啊！小说有吧？那我觉得贝尔就是个开挂的存在。开挂，我更讨厌的是后宫。是因为看外传才去看本传。边造成的。而已啊，左之力，原来是这样啊，烈焰强，焰酒，干嘛的？
怕火。哪边？可是后宫番，我觉得后宫番几乎都是女生黏男生啊。女角都不能全收上翅膀，只有男角可以这样。小童，操你妈的！不喜欢贝尔原因很简单啊，就是因为开后宫啊。我没有讨厌他，就是干拿不到的白痴。ディレクト！
生，我不一定，这是看人的，真的是看人的。干完的哦，出去了 ，fuck， 八。厌世啊！
下韩蜜，只要把我吞进去了，韩蜜。干！我又被吃了。不要再吃了嘛！对，刚刚还那个傻小啊！伤害，还没伤害，可以用这招躲招。嗨，猫弟。是像那种人畜无害的后宫主角，我就会持不讨厌也不喜欢。但是如果是像白色相簿那个智障，我就是讨厌了。子供のくせに生意気な。お仕置きじゃ。こっち来い。
单来说就是人渣，没有什么好讲的。路上还看到什么？あなたは。ご主人様、サンタクロース様、ご無事でしたか？从哪里出来的？おお、トナカイよ。心配かけてすまんかった。もう大丈夫じゃ。わしがフロストギガースだったんじゃよ。最近の子供たちは誰もわしのことを信じなくなった。あ、任性的圣诞老公公え。マナが少なくなると子供たちでさえも夢や希望を失ってしまう。会去看白色相簿，单纯就是为了我家奶奶而已。もう一度みなに夢を取り戻してあげたくてな。マナの木というのはあっという間に大きく成長するそうじゃ。巨大なクリスマスツリーを育てようとついマナの種子を持ってきてしもうたんじゃよ。ところが。マナのエネルギーがわしの体に影響してわしをあのような化け物に。マナの力の使い方を間違えるととても危険なもんだったんじゃな。身为圣诞老公公，你竟然做这种事。君らにも迷惑をかけた。火の種子を返そう。什么叫做所以？造谣。可以回火之神殿了。
烫伤敌人，降低其攻击力。哦，那这是我们阿猫唯一的攻击技能。是啊，跟大家的价值观不一样啊。那所以大家喜好是个人的、啊。火猫，火猫杀小。分下来都是偏，我通常不会是辅助。哎，月月着火了，看起来好可怜哦。阿兔也不能干嘛、啊。没有、啊、都会啊。他们都会啊。只是技能类型。阿猫偏辅助啊。他烧起来很可怜，好不好？并不代表我不要经验值啊。叫草剃剑，烧起来，烧起来！大炮冲过去，グビピ、いらっしゃい。どこ行く？砂漠で光。嗯。哎，Milk Way，火烧赤壁，这里是没有赤壁可以烧了。不能做什么事哎、欸啊！他们做事我就受伤啦。喉が渇。火の神殿に住んで。一泊五。魔法が使えるっていいな。いろいろと便利そうだもん。すごい名簿は。聖剣を持っていると
魔法が使えないなんてね。そんな仕組みがあるなんて知らなかったわ。ま、敵がいたらオイラが魔法でババーンとやっつけてやるから。あ、僕もババーンってやりたかったな。ババーン、どうしよう。ババーン、私が武器に魔法をかけてあげるから、それで我慢してちょうだいね。あ、可是这样还是算物理攻击啊。そうそう、お互いにできないことを補えばいいんだよ。あら、たまにはいいこと言うじゃない。回復は任せてね。いや、姉ちゃんが攻撃魔法使えなくて本当によかったよ。明明就可以。なんで？你想要烧起来吗？だって姉ちゃんが攻撃魔法使えたら、凶暴な怖い魔女まっしぐらじゃないか。主播早死。何よそれ、いいこと言ったかと思ったらすぐこれなんだから。白目耶。電源撤回、もう回復してあげないだから。まあまあそんな怒らずに。ああ、かばったからあんたも回復してあげない。そんな。迁怒者、很会迁怒。但也没有在帮他说话吧。有啊。花人铁法是淬炼吧？到门店，哎呦！这火烧帽子为什么大个？Hit! Hit! 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 Hit